いやでもダメなんですよね、人見知りで。本当にこんなに付き合い悪い人間もいねえんじゃねえかなと思うぐらい。なんて言うんでしょうね、まあそれこそちょっとコラムにも書いたりするんですけど、僕そんなに他人に興味がないんですよ。ほうほうほう。なるほど。え、だってみんな他人に興味あります？だって他人でしょ？じゃあ吉田さんがもし他人に興味がないんだったら、僕他人が視界に入ってないですね、もはや。え、でもそうじゃない。入って、画角に入んないです。画角に入んないですね、興味じゃなくて。それはね、これね、1個言っとくけど、自分が優れてるからとかそういう意味じゃないです。はいはいはい。自分は自分、他人は他人だから、他人が何をしようが、社会でどんなことをやらかそうが、別に俺じゃないもんだって、それって。ただたまたま俺とその価値観が違う人がそういう発言をしたんだねとか、そういうことをしたんだねって思うだけで、それに対して何も感想もなければ興味もないっていうだけで、これはね、よくね、この話をすると、おごってるおごってないとか、高飛車だとか高飛車じゃないって話に取る方がいるんですよね。そういう話をしてるわけじゃない。わかります、わかります。つまり、そう、自分で精一杯なんで、その隣の人が何をやってても別にどうでもいい、好きにすればいいじゃん、俺も好きにしてるし。でもなぜあなたは俺にそのあなたの価値観を強要してくるのって、はい、いいじゃん別に、ほっといてって思っちゃうんですよ。はいはいはい。だけど似たような属性で一生懸命仕事をしてる人たちは好きなんですよ。だからそのまあちょっと本当に弟みたいって書いちゃったんですけど、手紙には。はいはい。でもきっとこういう気持ちで仕事に向かってるだろうなとか、こういう辛さがきっとあるだろうなって。でもそれ演技でやる部分と本音でやる部分って、若いうちって混ざるんですよ。だからオーバーリアクションに取られて攻撃される時もあれば、それは僕もそうだったから、だけどこれって混ざり合っていくと面白くなってくるんで、この後、だから大事にするのは大事にして、そのバランスを取るところっていう、まあ話を書いたでしょ。まあでもだから興味ある人には興味があるんだけど、ない人には全くないっていう。要は興味持たれてるってことですね。そう、だからでもほら、興味を持たれてるって言われちゃうと、はい、高見さんに取られちゃうけど、そうじゃないんですよ。まあ、そう、言葉としてはそういうことではなっちゃうかもしれないですけどね。だから友達少ないんですよ。付き合い悪いし、なんか業界飲みとかこう名刺交換したって誘われるといかんすからね、マジで。本当に行かないんですよね。本当申し訳ないんですけど、ごめんなさい。じゃあ吉田さんをとりあえず、なんかね、ゲームの話ができないとね、辛くなっちゃう。ゲームの話ができないと辛くなっちゃう。何だっていいんです。ゲーム業界のこの先の話とか、今作ってるゲームの話とか、今やってるゲームの話とか、僕はゲームが大好きなんでゲームの話がしたいんだけど、これ以上言うとあれかな。なんか誰を知ってるとか、どこでもいいんだよ。もうなんかそうなるともうどうでもなっちゃうんで、もう行きたくなくて。だったらもう本当仕事してた方が100倍楽しいし、それこそ夜中プレイヤーの皆さんとね、コンテンツ一緒に行ってる方が行ってる方が楽しい。